はいいどうも人でござますただいまね不思議不退アスレクラル沼津の試合が終了いたしまして結果2対1というところで勝利いたしました本当ね藤岡のこの15得点目とあとは松本のこのゴールねまあ本当この試合はお互い4ォ4ツ2というミラーゲームの中で戦っていましたけれども。 まああの本当にねあのーまあ、正直、その試合の内容的には、まあ、沼津に押されていたというところでまあまあ、正直なところね、えー、勝ちきるところはね、えー、難しいのではないかと特に1点目後半ね、えー、立ち上がりすぐに、えー、決められてしまっていたのでまあ、本当に。 難しいゲームに、ね、なることは、ねまあ、予想されてましたし、まあ、先制された時点で、まあ、後半立ち上がりでつまずくと、シ七ギフは脆い傾向にあるので、まあ、それを踏まえると、えー、また8試合目もね、えー、また勝ちきれずに終わってしまうのかなというようなところで、えー、見ていましたけれども。 まあ本当にね、えー、藤岡のゴールにしても松本のゴールにしてもまあその前線からのしっかりプレスを、まあ、うまくかけれた状態でね、えー、ワイドから、えー、仕掛けることができて、えー、ゴールを決めれたというところでえー、っとまあその f c 岐阜が、まあ、本当にやりたいことですよね、えー、ワイドを使うこととプレスをかけることを前線からあーしっかりと。 ボールを狙いに行くというところが、まあ、最後の最後で、ね、見れたっていうのはこの試合の大きな評価だったかなというふうに思います。と久保田っていうところが、まあ、最初スタメンで、えー、右のやり左のやり左流のやりていうところはツイッターにもにも僕書いたんですけど。 まあそのプレーがねしっかりと今日やりきれたっていうのは本当今後の FC 岐阜にとってもね大きな財産になっていってくれるんじゃないかなというふうに思います。えっとまあこの視点に関しては本当にもうレビューというレビューはねまあ細かいところついていけば本当にねまだまだ課題とかねさまあ、様々あるんですけれども、まあ、今今日この段階でまあ言えるのは。 まあしっかりとね、えー、この7戦勝ちなしっていうのを今日しっかりと断ち切れたっていうのは、まあ、非常に大きかったなと、まあ、特にこの後半立ち上がりに失点してそこから逆転して勝利を収めることができたっていうのは、えー、本当に素晴らしいものだったなというふうに思いますえー、っとまあそのいろいろねえー、まあ後々このデータとかでね誰がどうだとかあ まあそういうものがいっぱい見えてくるっていうのは、まあ、もちろんね、えー、プロチームの、ね、やるべきことなんで、えーっとまあ、評価されるべきところは、ね、いっぱい出てくると思いますけれども、まあ、暫定ながら一応10位です、ね、に上がったということ、まあ、とにかくその残りの数試合、ね、しっかり勝ち切って来シーズンに向けた戦い方っていうのを新たに、ね、整理していってほしいなというふうに思います。 まあ本当に今日ね、しっかりと、まあ、その内容どうこうよりもしっかりと勝ち点3を取れたっていう事実を、まあ、今日は、えー、と素直に、えーまあ、選手の皆さん褒めてい、ねえー、きたいなというふうに思います。ということで、えー、軽くでありましたけれども FC ギフ対アスルクラーノ沼津のお試合後の感想でごございましたご視聴ありがとうございました。